事件があった岐阜市陸上自衛隊日野基本射撃場です。岐阜城の東側には住宅地が広がっています。訓練に参加していたのか自衛隊員の姿も確認できます。消防などによりますと、今日午前9時15分ごろ、岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場から銃により負傷者がいると消防に通報がありました。警察などによりますと、自動小銃が乱射され、自衛隊の男性3人が怪我をしていて、そのうち50代の男性と20代の男性が重体、20代の男性が重傷です。陸上自衛隊により、男1人が現場で身柄を確保され、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは18歳の自衛隊員の男だということです。今は室内の方でですね、囲われたあの状況で練習されているようで、音は聞こえてこないんですね。救急車が行き来してるから何かあったなと思ってたんですけども、その前の状況がちょっと計り知れないのでわからない状況なんですよ。9時半ぐらいじゃなかったかな。日野基本射撃場は陸上自衛隊第10師団が管理する場所で、敷地面積は6万6000平方メートルあります。繰り返します。今日午前、岐阜市の陸上自衛隊の射撃場で自動小銃が乱射され、自衛隊員の男性3人が怪我をし、うち2人が重体です。自衛隊は18歳の自衛隊員の男を逮捕しました。